瀬戸康史の動画。はい、どうもおはようございます。瀬戸康史です。突然ですが、今から韓国に行ってまいります。特に用事はないんですけれども、ちょっと海外旅行にちょっとずつ慣れていこうということで、まずは近場からっていう、ね、ことで、ちょっと静江さんと2人で韓国旅行に行ってきます。それではレッツゴー。羽田空港に到着しました。まず来たのが、ここの、妹の Wi-Fi で、モバイルルーター、さっきの貸っていいですか、モバイルルーター、こちら妹の Wi-Fi をゲットしました。それではまずチェックイン行きましょう。はい、今ですね、チェックインをね済ましてきたんですけど、後ろにあるね、JAL 撮ったんですよ。ちょっと HIS のパック旅行なんだけど、LCC はちょっとやめて、今回はちょっとなんか JAL とか ANA にしようっていうことで JAL 撮ったんですよ。で、 JAL にしては安いなみたいな感じでね、今回1人7万ずつで2人で14万ぐらいの旅行なんだけど、まあ、LCC に比べれば高いんだけど、まあ、JAL にしたんですよ。で、今ねチェックイン しようとしたんだけど、座席がなんかこう2人にならないかもしれないみたいなこと言われて、で一応2人の隣の席あるんだけど、それなんか4人掛けの中の真ん中2つですとかって言われて、えみたいになって、しかもその瀬戸様の帰りの韓国から帰ってくる飛行機も JAL なんだけど、それはもう今調べたらもう2人の並びの席ありませんって言われて、えってなって、でなんか24時間前からその帰りの飛行機ウェブチェックインで開放される席もあるから、ちょっとそれ狙ってみてくださいみたいな感じで言われて、うっそと思って、だから1ミス、今回の海外旅行の1つ目のミス、座席指定をちゃんと確認してなかったってこと。今話ね、結構いっぱい話聞いたんだけど、その旅行会社 HIS とかなんかいろいろあるじゃん、そういう旅行会社によってやっぱその安く価格を抑えるために、悪い席だけをまあ確保したりとか、まあ、いろんな、ね、価格を抑えるためのなんか努力があるらしいの。でそれにそのパックによってその席の条件が良かったり悪かったりするから、それは旅行会社の方でこうなんかいろいろなってるみたいなことをちょっと話聞いて、だからねこれは俺のミスなんだよ。だからHIS で申し込むときにちゃんとその座席指定はどうなってるのかっていうのをね確認すべきだった。でもしかしたらできたかもしれない。だから HIS で、あ、やった、飛行機取ったで満足せずに、その事前にそのウェブチェックインってやつ、いつからできるか分かんないけど、それでちゃんと座席も確保する、指定するみたいなのも意識しておくべきだったなみたいな。今から乗る飛行機はとりあえずは2人の席確保できたんだけど、4人の間の真ん中になっちゃったから、まあ、2時間ちょいぐらいだからいいんだけど、座席して。してなかったっていう1ミスでございました。帰りの飛行機はバラバラになっちゃうかもしれない。じゃあ次は保安検査場に行ってきます。セキュリティチェックです。はい、ということで、セキュリティチェックと出国審査を終えて、もうここのゲートに出たらもうここは日本ではないということらしいですよ。もう免税店とかがあって、ちょっとディオールとかさあってさ、静江さんがちょっとワクワクしだしています。ニコ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 しています今静江さん。ということでここまで来ちゃったらもうあとはもう出発するだけなんで、出発までちょっとラウンジとか行ってくつろぎたいと思います。
税、免税店で買ったからなんか飛行機乗るまで開けちゃダメって言われて、これ開けちゃダメらしいです。なんでかわかんないけど開けちゃダメらしいです。で韓国語ちょっと勉強しようと思って、いこっちゅせよ、いこっちゅせよ、あにょはせよ、神様にだ、マジぞよ、マジぞよ、姿勢さんに静かにしろって言われたんでちょっとあの消します、すいません。反撃だ。さあいよいよ登場です。そんなに広くない。ご案内いたします。皆様の着席を確認し出発いたします。ちょっと私にお座りになりシートベルトをお願いします。楽しい、このゲーム。なんやこのゲーム、めっちゃ楽しい。なんか機内でできる、なんかこのゲームめっちゃ楽しいんやけど、なんか耳が生えてるキャラクターがなんか上から落ちてくる具材をこうパンに挟んでサンドイッチ作るゲーム、めっちゃ楽しいんやけど。さてじゃあ次は漫画でも読むか。どんな漫画、なんか電子書籍、あっなんか女の子の可愛い漫画や。なんやこれ、めっちゃ可愛い子の、可愛い子の美少女もののなんか漫画から、あれなんやこれ、なんやこれ、CM で日本航空の仕事。さて数読でもやるか。あーすぐ解けつんた、あっという間や。さ来たぞ、機内食だ。さこのなんか謎の切り干し大根に豆腐型のケーキ、そして黄色い液体。さあ、あつあつあつ、なにあちゃあちゃあつ、なにこれ、開けよう、あちゃあちゃあちゃあつ、あちゃあつ、なにこれ。ちょっとじゃあ皆さんにこの機内食をちょっとだけお見合いをつまらず、ちょっとおだけ、あさあさあ、ちゅうそうそう、これこっちにやりにえ、なにこれ、これなにこのパンに挟んであるの、なんかなんやこれ。まあ味はまあなんやこれ、味はまあまあまあ、いや飛行機は今福井の上空を飛んでおります。さてとこのね韓国語のね本、これ開けます。これ免税品はなんか機内に乗るまでねダメだろう。韓国語の本です。ちなみに Wi-Fi はあんまり入りませんでした。そしてなんか機内でこれ書かなきゃいけないんで、これは皆さん書いてね。ご覧ください、すごい雨です。すごい雨、めちゃめちゃすごい。行きましょう。はい、韓国に着きました。瀬戸康史でございます。なんかね、お金の話なんだけど、まあ、空港出て飛行機降りてめっちゃおしっこしたくて、しでさんと2人でトイレトイレってすぐトイレ行って、でその後韓国の入国審査通って、でああやったこれで韓国だって言ったらさ、銀行が2個あってさ、ここ今金浦空港ってとこなんだけど、金浦空港ね、で銀行が2つ並んでて、でなんだっけな、新韓銀行ってやつを、有利ともり銀行っていうやつが2つ並んでて、もう2人ずつで、女の人がこっちでできますよ、こっちでできますよって、めっちゃさもうすごい勧誘がすごいのよ。でも俺もさ、金浦空港で1万円だけ両替しようと思ってたから、じゃ あこれを機会にさできるじゃんと思って、でそのままシューって行っちゃったのよ。で適当にどっち行ったかな、左の新韓銀行ってところに、女の子が可愛かったからって、その女の子なのよで女の子、まあちょっと可愛い方に行っちゃったんだけど、でそこでさとりあえず1万円っつって、そしたらもうなんか封筒に包まれたさ1万って書いたやつがそのままポンって渡されて、もう速攻で両替できたんだけど、1万円払ったらこれこうあるんだけど、9万1500ウォン、ウォンってゼロ取ったら日本円にほぼ日本の10分の1というか、ゼロが1個多いだけなんで、
91,500ウォンっていうのは9150円とほぼ同じなのよ。だから1万円渡したら9150円返ってきたみたいな感じで、これレート的にはね結構なんかボラれた感あるんじゃねえのかなって、ちょっとなんか勧誘がすごかったから、あ空港で1万両替しようと思ってたから、じゃあちょうどいいわって言っちゃったんだけど、なんかちょっとはめられた感ない、どうだ。本当は今からミョンドンってとこに行くんだけど、ミョンドンのセブンイレブンとかで、両替するのが一番あのレートがねいいですよっていうふうにはいろんな人のブログで読んではいたんだけど、まあそれはどうせ1万円だから空港でやろうっていうのは決めてたの。でもそれにしてもなんかどうなのかなこのレートはって、ちょっとなんかどうなんだろう、後でちょっと調べてみるけど、1万円渡したら9万1500ウォン帰ってきたっていうのはちょっと手数料結構取られちゃってねえかって。でもまあ一なんかねあっちの方でね野球見ながらめっちゃ騒いでる韓国のおっちゃんいるのよ、ウェイウェイみたいなさ、まずそれでめっちゃびっくりしちゃって。だから1万円だったからよかったけど、例えばこれで10万円ね両替してたとしたら、そのね手数料の割合がめっちゃでかくなるから1万円ぐらい損しちゃってたのかもしれないし、その辺ちょっと初めて韓国来たから分かんないけど、えって思っちゃいました。はい、ということで行くぜ。はい、金浦空港の瀬戸康史でございます。これからですね何をするかというと、一応1万円分の9150ウォンを手に入れた私はですね、これから電車に乗ってソウル経由でミョンドンに行くんですけれども、電車に乗らなきゃいけないと。で電車に乗るにはなんかこっちの韓国のスイカみたいなやつで T マネーカードっていうのがあるみたいなんですね。でそれを買う、空の何も入ってないカードをでセブンイレブンで買うんですけど、下にねすげえ分かりやすいブログね貼っとくから、ちょっとそれ見ながら言ってるんだけど、それでセブンイレブンで T マネーカード、 T マネーカード知せよって言ってね、 T マネーカードください、 T マネーカード知せよって言ってそれを買うと。でその T マネーカード250円なんだけど2500ウォンで、T マネーカードを買って、その T マネーカードにチャージする。それは券売機で普通にチャージできるらしい。でチャージして、それで2人で、乗ると。あれ、じゃあ2人だから2個買わなきゃいけないってことか。 T マネーカード、しずえさん T マネーカード2個買わなきゃいけないのか。あ、じゃあ1人1個ずつ2500ウォンずつで、だから5000ウォンかかるってことだ。T マネーカード注せよっていうのをセブンイレブンで言って買うんだけど、ちょっとね初めての買い物だからね、しずえさんちょっとねチャレンジ、しずえさん練習してたのうちで、 T マネーカード注せよとかさ、これください、イゴ注せよとかさ、マシソヨとかさ、アニハセヨカムサムリダとかさ、いろいろうちで練習したから、ちょっとしずえさんね、まあ俺も行くけど、しずえさんにちょっと行ってもらおうかなと思います。じゃあセブンイレブンにレッツゴー。はい、セブンイレブンが見えてまいりました。ここのセブンイレブンで、その、僕が参考にしているその常夏トラベラーさんというブログによると、ここのセブンイレブンに T マネーカードがあると。じゃあちょっと行ってみましょう。この辺チョコビとかあるじゃん、普通にチョコビあるじゃん。おかしい、面白いね。あ、ピカチュウいるよ、ピカチュウいます。あ、いっぱいある、いっぱいある。これだ、ドラえもん。これです、ドラえもん。だから、ドラえもんないの。はい、いろんなキャラクターのものがありますね。じゃあこのコニーとかでいいんじゃないの。これブラウンだ、ブラウンか。いろんなキャラクターのTマネーカードがありますね。生産どれにするんでしょう。あ、でも俺も1個買わなきゃいけないのか。はい、あ、ドラえもん売り切れてるんだ。ドライも売り切れです。じゃあ俺このなんか変なのしようかな、これしようかな、俺これにしようかな、俺これにしようかな、これするわ。よし行こうぜ。2つね、これと買って、ティーマニーカードしせよ。これティーマニーあんねえよ。あ、違うんだ。あ、ティーマニ、これティーマニカードじゃないって言われた。あ、じゃあ俺これするわ。じゃあこれにします。あ、これはい、カムサムリダー、カムサムリダー、カムサムリダー。
ありがとうございます。日本語わかるんだ。今必要に言ってみたんだけど、必要になんかちょっとね、おばちゃん不愛想な感じだったから必要に言ってみたんだけど、そしたらありがとうございますって言ってくれました。ありがとうおばちゃん。ティーマニカード中せよとか言う必要なかった。全然あの普通にカード出せばレジしてくれるんで、日本のコンビニと一緒です、はい、くださいとか言わないもんね。日本のコンビニでこれくださいとかいちいち言わないのと同じです、はい、でこれにチャージするんだね、これがですね、このダンキンドーナツというところにあるのが、このチャージマシーンだそうです。それではチャージしてみましょう。日本語で、サービス交通カードチャージ、もうこれ日本語だから一緒だね。交通カードを載せてください。はい、これ私のカード載せました。充電金額を選択し現金を投入してください。1000円入れようかな。1万ウォン、5万ウォン入れます。お、入った。はい、充電中です。あ、チャージ中。しばらくお待ちください。持ってかれちゃいそうだね、これね。充電が完了しました。領収書が必要な方は、領収書発行ボタンを選択してください。領収書が発行されました。あ、ね、はい、失礼させてもらって。これね。はい、これで OK です。はい、ということで無事、Tマニカードにお金入れることができました。あの言語の設定を日本語にすればあの誰でもできるんで簡単です。それでは、今からこの T マニーカードを使って電車に乗ってみます。よし、行くぞ。えい、お、開いた、扉が開きました。案内の看板に日本語が書いてあるんで、あのどっちに行けばいいかもそんなに難しくないです。はい、どうもこんにちは。韓国の瀬戸康史です。ちょっと今大声出しちゃってみんなにチラチラ見られてますけど、韓国にやってまいりました。韓国は明洞でございます。天気はあいにくの雨ということで、ちょっとね、人もあんまりいない感じです。もうちょ雨がすごすぎて、これホテルで借りた傘です。で、ホテルはこれです。今僕の後ろにある、西鉄ソラリアホテルっていうところに泊まります。でこのホテルは日本人でも安心して泊まれるよっていうホテルらしくて、あのもう普通にロビーから日本語でバリバリ通じます。でもう本当に日本人のためのホテルみたいな感じなんで、あのちょっと言葉がちょっと嫌だなって人はこの西鉄ソラリアホテル泊まるともう日本のホテルにいるみたいな気分です。まだ客室には入れてないんだけど、一応荷物だけ預けてこれから昼ご飯食べようかなみたいな感じですね。で街並みもね、このミョンドンの街、ちょっと静江さん今ホテルの中いるんだけど、あの歩いてみるとね、なんかね渋谷のセンター街と原宿が合体したみたいな、本当に日本と変わんないです。この街並みがこんな感じね。だからなんかね本当に日本の渋谷とかさ原宿とかさ来たような感じかなみたいな、錯覚してしまうような、なんか俺うろちょろしてね、風がもうすごくて、風がすごくてさ、もうちょっとホテル戻るわ。ちょっと すごすぎて雨で俺さ、なんかハワイの時のちょっと、どうぞ動画どうぞ。ハワイ1日目大雨です。大雨でございます。びっちゃびちゃです。ビッチャビチャ、ビッチャビチャです。大騒ぎです。大騒ぎです。大騒ぎです。ね、
あの時のね、ハワイの地獄のトロリーバスを思い出すかのようなものすごい雨です。あの日本だったらちょっと今日外出るのやめようよっていうような日ですね、今日は。うん、ということで、まずは到着したんで今、1時な、お昼の1時なんだけど、あのここにあるあのミョンドン餃子っていう大人気の店があるらしくて、こうかな、ここ、このミョンドン餃子っていうこの店に入って、あのミョンドン餃子食べたいと思います。今回の旅行で食べるもの、あれホテルどこだ、食べるものはもうあのしでさんがいろいろ決めてくれてるんで、あのしでさんについていくだけって感じです。私はそれでは韓国旅行行きましょう。